特別スパーリング2ラウンドを行います。赤コーナー元日本バンタム級ジュニアフェザー級チャンピオン阿部所属高橋直人。体が丸まってオフリー阿部浩志郎70、元気だな。試合のあれじゃないからさ、体が太ってるわ。まだやれるよって言うかせんね。早いと顔面はなしって言ったら早いよ。顔打たない、顔打たない。ボディ攻める。相手でダウンしてる、肩が、最後だから優秀の病気だって。本当にもあら、もう気持ちよくなった。すごいね。だんだん向きになってきたりする。いやだって肩やかの顔打てないですよ、相手は。脳にダメージがあってみたいですね。みんな顔打てないですね。体大事にしろよ。まだ で顔面打ったら泣かないから。会長かっこいいね。昔石原裕次郎やってやったらさ、映画撮った時に出てたね。ボクシングのシーンなんかの指導したんだって。なんか出てたよ、これに。ちょーっと、
ちょっと本気になってるのか。引き続きまして、ここで引き出しを行います。グローブを取られて、ちょっとお時間をください。常に熱かった一面を送ってくださった花火の皆様にご挨拶をお願いいたします。これがもう、情けないの選手食べると。皆さん、今日は本当どうも忙しながらありがとうございました。今の自分がありますのは、全部会長さんに調査してくれたので、本当にもう感謝なんて言葉で、ね、言い表せないと思うんですけど、だからこれからも私もはみんな頑張ってやってますので、また応援してください。本当に大丈夫さん、ありがとうございました。まあ、それと自分が高校2年からボクシングやって6年半やってきましたけど、プロで、すごい苦しい時とかも辛い時とかもありましたけど、これもみんな皆さんが応援するだろうからで、自分一人でとてもないけど、こんなところまで来れませんでした。本当に皆さん、ありがとうございました。高橋、ここで、安倍のチーム、安倍会長より高橋直人の選手にゴールドミットいたしまして、金一封100万円が贈られます。本日、大勢のファンが、ナオトが負けても勝っても、全員変わらないご支援と応援をいただきまして、心から熱く感謝申し上げます。ナオトは今の若い世代の青少年に力と何があったのという根性、そして最後に申し上げる勇気、そういったものを持って大きく皆様の若い方々の気持ちを引き上げてくれたと思います。その点を私、お前に感謝いただきます。私も直人の相手をずっと今まで振り返って考えてみますと、自分に直人以上に正門の正門とぶつけてまいりました。しかし直人は一度も不服をやらず、絶対に一番勝ちますと、猛烈に猛烈を重ねて、常に勝っても負けても最後まで試合を投げるようなことなく戦った試合でございます。なおと、どうか褒めてください。ありがとうございました。そして、なおとの後輩のことですけど、今日初めて
さんの監督もあり、本当に大変なんでございますけど、まず全国のファンの皆様、そしてこのミッション、協会、テレビ会社、特に日本テレビ皆さん、それから政権の会長、南雲様にも大変お世話になりましたことは、終始忘れることはありません。ありがとうございました。この後、アビリングのストライナーを受けて、お客さんに付けそうでございます。